悪用されるケースも後を絶たない SNS。 その実情に詳しい国際大学グローコムの小木曽さんは、事件につながりかねない事例が日々起きていると警鐘を鳴らします。実験化しているものは当然皆さんご存知だと思うんですけど、そうじゃない手前のものっていうのは、まあ毎日いくらでもあって、例えば、自分は何々したい、何々してくれたら嬉しいみたいな、そういう人を探しているっていうような、投稿をしたとしても、実際にじゃあ、いざ会ってお話しましょうとか、大概の方って尻込みしちゃうんですね。で、やっぱりいいやって、そこでもう気が済んで、やめてしまうような話はたくさん聞きますね。SNS に潜む悪意。その上で若い世代や保護者に今知っておいてほしいこととは。ネットの人物像っていうのは、何ら根拠のないものだっていうのは、若い人には常にお伝えしてます。だからこそ大人は若者の悩みに寄り添い、コミュニケーションを取り続けてほしいと訴えます。解決方法が分からなかったとしても調べる方法、子供よりも大人の方が知ってるし、だから言ってほしいんだってことは、車に気をつけてねって毎日言うぐらい、僕言ってくださいって親にはお話ししてますね。特に若い子が自分で抱え込んでしまったりとか、それを話せる相手っていうのは、ネットにいてそっちに依存してしまうようなこと、必ずいい結果を招くわけではなくて、本当にあなたのことを大事にしてるのはネットの中の人じゃないよっていうのを伝えるようにはお願いしてます。